わー見てーかわいいよ。工場長のチャンネル、これこんにちは、工場長です。今日はお菓子作りやっていきたいと思います。お菓子作り動画結構ね、視聴者さん喜んでくださる方がいてくれまして、実際に作ったやつ写真撮ってツイッターとかでリプくれたりして、とても本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで今回はお菓子作りやっていくんですけれども、何を作っていくかと言いますと、タイトルにも多分書いてあると思います。飴を作っていきたいと思います。飴と聞いて皆さん何を思い浮かべますか？私は飴と聞いたら渦の巻いていて、ぐさっとぼっこが刺さっているあのペロペロキャンディーを思い浮かべるんですけれど、あの飴ってあんまり売ってないですよね。おとぎ話とかにはよく出てくると思うんですけれど、あの飴、あんな感じの飴を今回は作ってみたいと思います。というのもこの前韓国の方の動画で飴で可愛いクマさんを作っている動画があったんですよね。こんなの飴で作れるんだって、飴細工ってあるけど、そういうクマとかそういう感じのやつが作れるんだなって、それにびっくりしまして、飴ってどうやって作るんだろうって検索してみたら、結構簡単に家にあるもの、まあ、ないものもあるな、スーパーで普通に売っているものでね、簡単に飴が作れちゃうんですって。ということで今日はおとぎ話に出てきそうな可愛いぐるぐるの渦巻きペロペロキャンディーを実際に作ってみたいと思います。よかったら見ていってください。それでは作っていきましょう。材料はこちらです。お砂糖 1kg と 15g、 水飴が 435g、 お水 580cc、 そして好きな色の着色料。今回大きなの作りたいので材料も多めになっています。それでは早速作っていきたいと思います。まずお砂糖 1015g 測ったので、これを鍋に入れていきます。ゴゴゴゴゴゴゴっと、おお、すごい量。続いて水飴 435g もドサッと全部入れていきます。おお、すごいですね、これは甘いね。で、今回参考にしているレシピあるんですけど、概要欄に貼っておくので、よかったらそちらの方も見てみてください。そっちの方ではこんな量じゃなく、もっと手軽にできる分量でやっていまして、そして可愛い飴でした。よーし、取れたかなー。こんな感じ。ブヒー。そして最後、お水 580cc 入れまーす。ごわっと、もう全部材料鍋に入れちゃいます。そして少しちゃんと水に混ぜて、よいしょよいしょよいしょ、甘そうですね。こんな感じで大体混ぜたら、これで火にかけていきます。で、火は中火から強火で135度になるまで沸騰させていくそうです。で、だん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 グツ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 してきました。で、もうこうなってきたら混ぜないで135度になるまで待っていきます。ここで混ぜちゃうと、多分いちご飴とかもそうだと思うんですけど、飴が固まらなくなるんですよね。なので混ぜずにじっと待ちます。で、今回ちゃんと正確にいきたいので温度計用意しました。これを差し込んで135度になるまで見ていきます。結構時間かかると思うんですけど、今92、お、もう100いった、103、もうグツグツです。なのでやけどには気をつけてください。110度いきました。もうちょっと、意外と結構時間がかかるような気がする。こうやってずっと待ってるからかもしれないんですけど、ちょっと長く感じる。煮詰めているすぐ横に鍋2つ用意しておきました。煮詰め終わったやつを3つに分けて色をつけていこうと思っています。最初105度から106度になるまでがね、結構壁だった気がするんですけど、それを超えてからもう順調に順調にグツ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 上がってきてる気がします。もうちょっとで112度です。135度に届いたので、これで分けていきます。すげー、こ
ここからちょっと結構時間との勝負になってくると思うので急ぎ目でいきます。着色料を入れて、これ水色、これ赤入れて、これで混ぜていきます。できるだけ同時進行で持ってはいきたいんですけど、猫の手も借りたいぐらいですね。だんだん冷めてきてとろみもついてきまして、多分このまま固まっていくかと思います。でちょっと手が足りないので1個冷めきらないようにピンク色だけちょっと湯煎で温めながら、ちょっとこっちの子はゆっくり作業していきたいと思います。ちょっと練って言ってたんですけど、白はいい感じになってきて、ピンクもいい感じになってきていて、ただね、青だけがなんかすごいボソボソになっちゃったんですよね。これなんかもう失敗になっているような気がするので、ちょっと青を見捨てたいと思います。ちょっと残った白とピンクを重点的にやっていきたいと思います。もうこっちとかはね、形になりそうなんですよね。温度もだいぶぬるくなってきたので、手袋を履いてちょっと触っていきたいと思います。こんな感じ、いい感じ、お餅みたいです。よっ、あ、疲れる。よいしょ、あ、いい感じ、いい感じですね。こんな感じです。でちょっと一部分をもらって青色作りたいと思います。よりいいかな。混ぜていきます。あ、めっちゃ綺麗。なんか楽しいですね。もちって感じ。よいしょ、いい感じに混ざる。かわいい、かわいい、かわいいですね。でしょうか。そして白をすくっていきます。もったいないな、鍋にこびりついてるやつ。こー、指力、よいしょ、取れる取れる。あ、冷めてくるとこんな感じ綺麗に剥がれてくる。あ、でも冷めてる分もう固まってきてるからあんまり使いにくいかも。この塊はピンクもいい感じですね。一応湯煎に入れてたので他のやつよりは柔らかめ。そしたらこの取り出したやつを細長く伸ばしていきたいと思います。よいしょ、大きいの作りたいのでできるだけ長くしていきたいなっていう感じです。もっとここまでなんですけど、ちょっともっと伸ばして、伸ばして、これぐらい他のやつ。やばい、白がちょっと硬い、白が硬くなってる。これで同じぐらいかな。もうちょい。そして青です。お、ゴロゴロ長くなれ。待って、電話が鳴ってるけど今出れんわ。したいと思います。でこの3つをこうつなげてねじっていきたいと思います。こうよくあるあれですね。こういうやつ、こういうやつです。あ、めっちゃかわいい。あ、もうこれかわいい、かわいいなんかお菓子の家に出てきそうなやつ、ヘンゼルとグレーテルの。こうやってもうこのまま杖型にしてもかわいいですよね、絶対。ここもちょっとねじり欲しいですね。じゃない？よし、最後これを渦巻きにしていきます。ぐるっとまず中心を作って、このまま、わー、見てー、かわいいよこれ。お店にあるやつじゃん。よいしょ、こうやってくる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 と、わー、すごい、こんな感じ。
最後ボッコ刺していきたいと思います。これを、まあ、この辺にしようかな。グショット手がすごい入ったかな。おまけに可愛くリボンも巻いちゃいたいと思います。はい、これで完成です。ということで完成しました。じゃじゃじゃん結構重くて、この付け根の方を持っててあげないとこのボッコ折れちゃうような気がするぐらいの重みがあります。でもめっちゃ可愛いですね。これなんかインスタ映えとかにもなりそう。こうやって透明のビニールかけて、ほんとお店屋さんみたいなラッピングしたらプレゼントとかにもいいんじゃないかなと思います。いや可愛いですね、夢のペロペロキャンディーまあこれ一気に食べると体にもね良くないと思うのと、まあ一気に食べようとしても一気に食べらんないと思うんで、ちょっとずつちょっとずつ食べていきたいと思います。まあ衛生的に包丁で切りながら食べていくのが一番ベストなのかなって思うんですけど、ちょっと味見だけしていきたいと思います。いただきます。美味しい。飴、本当に飴ベロベロキャンディーになってる。よかったら皆さんも作ってみてください。いや、なんかインスタ映えとか狙うんだったらこれぐらいの作るのありだと思うんですけど、普通に食べるんだったらちっちゃい粒いっぱい作った方が絶対いいと思います。でもこういうの一度食べてみたいですよね。ということで今日はおとぎ話に出てきそうなペロペロキャンディー作りやっていきました。意外と簡単な材料で簡単に作ることができるので、よかったら皆さんもやってみてはいかがでしょうか。まあ、ただちょっと暑かったりするかもしれないので、火を使うときは大人の人と一緒にやってください。気をつけてください。こんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。